大阪の療養所にて、鈴子の舞台、ジャズカルメンの公演が終わって3ヶ月が経ちました。しかし、愛助の病状は一向に良くならず、未だに鈴子の元へ戻れずにいたのでした。東京にて、愛助に会いに行きたいと切望する鈴子。しかし、産婦人科の医師は、出産予定日まで、10日の鈴子に、遠出の許可を出してくれません。鈴子は、愛助が心配でたまりませんが、今は、東京に泊まることしかできないのでした。そんな鈴子のもとには、愛助からは、良くなりつつある、という内容のハガキばかりが届いていたのでした。村山工業東京支社にて、同じような内容の手紙ばかり送ってくる愛助に違和感を止まらない鈴子。なんや嫌な予感がする愛助の身を案じた鈴子は、村山工業東京支社へ。鈴子は、マネージャー、山下と東京支社長、坂口に、本当のことを教えてほしいと詰め寄るのでした。ブギウギ18週84は1月31日、水、予告、感想まとめ題する二人はいつ会えるのあ舞台の千秋楽から3ヶ月が過ぎても、まだ、離れ離れの愛助くんと鈴子ちゃん。さすがに、臨月の状態で、東京から大阪への移動はお医者さんも許可しませんでした。当時の交通事情を考えると、移動中に生まれてしまう可能性も十分考えられますものね。一目だけでも会えれば、出産のどんな痛みや恐怖も乗り越えられると思ったのかもしれませんね。史実を確認してみると、この展開は1947年3月から5月頃にかけての出来事がドラマになっているようです。鈴子ちゃんのモデル笠木静子さんも出産する頃、愛する人と会えませんでした。この時、愛助くんのモデル A 右さんは病状悪化のスピードが速く、大学病院に転院していたのです。手紙でその状況を知った笠木さんもやはり大阪へ見舞いに行こうとしたそうです。しかし、最終的にマネージャー山下さんのモデル山内義富さんからかけられた、今は身体を大事にして丈夫な子を産むのが A 右さんへの義務であり愛情ではないか、という言葉のおかげで冷静になれたと伝えられています。おそらくドラマでは、鈴子ちゃんが愛助くんの真の病状を知るのはマネージャー山下さんと村山工業の東京支社長坂口さんからになりそうですよね。いつもはお茶目おじさんの二人がどんなセリフや演技で詰め寄る鈴子ちゃんと対峙するのかにも注目したいです。以上、ブギウギ18週84話のネタバレあらすじ予告でした。